ワークマンの皆様、こんばんは。はい、どうもどうも。はい、ご紹介に預かりました、岐阜県は南市でですね、中心活動しています、ザクリチームのマイヤと申します。今日はですね、僕の、当チームと、当チームにも所属しております、浅井市長、はい、はい、そうですね、ご縁もありまして、呼んでいただきます。初めてですね、このお集めさせて、お届かせていただきます。はい、今日はですね、水浪市にですね、あります浜松町というところの、竜神の滝、竜の滝をですね、モチーフに作品を踊らせていただきますので、ぜひともね、ただ、今、櫓を手にして、踊りますので、よかったら前からね、ご覧いただけるといいと思いますので、ぜひね、ちょっと動いていただける方、動いてもらって、よろしくお願いします。さあ、それではですね、前のボタン、元気よくいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝の音は、米の流れる竜の歌。止まるもみじに、ふるさとを思う。Ages past, a waterfall was drinking falls as existed in the small town of Kamenhamas Mountain. A pair of dragons, male and female, made their home in the mountain's mouth. It is said that their voices can be heard calling out to each other. These are the ruby and apple dragons. So, today is the Bye.
こちらはですね、最後はですね、モミジを、照明の紅葉のモミジをイメージした、ハッピーですね、移動を変わって、本当はですね、マスとかに出してモミジを表現するんですけども、ちょっと今日はね、ニューニーバスケのところもあってですね、大道具の方は持ってこの辺ですのでね、またちょっと見た時はですね、その辺も見てもらえるといいかなと思います。はい、さあ、それではですね、